知床を後にして今標津を通って、うん、野付半島に行ってみようと思って、あと40キロ40分だって。40キロ40分、うん、おお早いね。なんなら Google だと40キロ37分ってなってる。法定速度オーバーだな。野付半島はから左です。あれどこだ、ここか。左は知床か、奥の方にね。ああ、じゃあ左は国後島か。知床の山って遠くから見ても結構高いね。高い、うん、ちょっと高い、かっこいいよね。うん、一気に曇ってきたな。ねえ、雲、ね、出てきた。なあ、天気が崩れるから、崩れてくっつってたからね。うん、冬はさ、この右側が全部凍ってて、うんうんうん、みんなワカサギ釣りみたいなやり方で、あれ、チカ釣ってたのかな。チカっていう魚ね。チカ、チカ、うん、へー、コマイとかチカとか、なんかそんなようなやつだと思うか。うん、結構あれだ、すごい。エゾカンゾウ、エゾキスギがいっぱい咲いてる。エゾカンゾウだったね。すごいじゃん、ここいっぱい咲いてるね。原生花園みたいな、この感じ。いいよね。いいね。結構好きだな。わー、綺麗だね。あ、この白いのも星水原生界に触れるよう終わったよね。うん、夏頃とまた違うね。全然いいね。いいね。持っちゃったから残念だな。そうだね、夕日見たかったのに。奈良わら、奈良わらでとどわらか。ちょっとまだあるね。あ、奈良わら、ほんとだ、ね、あるある、うん、あ、しまがれ現象みたいなやつ。これは海水に浸かってかれたのかな。どうなんだろうね。あら、去年冬はここにチカがうじゃうじゃいたのにね、大群で。今沼地みたいになってるから足場が悪いのか。そうね、うん、これだよね。350m。 そうだよね、うん、あれ鹿に一匹も合わなかったね。合わなかったよ。あれれれ、トドワラ、うん、ここが野付半島ネイチャーセンターです。もうちょびっとだけ行けるみたいだから行ってみよう。そうそう、ここ歩けんのね、トドワラをずっと。あ、そう。どこまで行けんだろう、これ。結構行けちゃうじゃん。ねえ、すごいね。ようやく鹿さんがいっぱいいました。草むらにさ、これ多分鶴だよね。野鳥だよね。
すごいな。あれ、ね、単調だぞ。絶対にそう、あの鳴き方は。詐欺かなと思ったら、まずさ、うん、冬にすごい鳴き方したじゃん。そうそうそう。それの鳴き方と一緒だったし、うん、飛んでった感じもすごい似てたし。うん、いや、絶対そうだ。だから、単調のまだちょっと小さい子供だよね。そうだね。ね、結構もう大きかったけど。うん、まだ首の、あの頭の後ろが赤くなってなかったから、ね、これからなるっぽいよね。毛が生えてて、あ、なるほどね、まだ赤くなくて、で大人になると毛が抜けて赤い地肌が見えるんだって。なるほどなるほど。クマ見て、キツネ見て、でエゾジカ見て、角ありの、うん、でっかい角の、うん、そうそう、でついには単調まで見ちゃうっていう ねすごいな。すごいよ。あと海洋生物が見れてないな、アザラシとかクジラとか。そうそうそう、ね、うん、天気が悪いね。天気が悪いね。根室の方に行くとさ、うん、温泉が全然ないらしいから。ああ、そうなんだ。うん、この野付のところに浜の湯っていうのがあるから、お台頭のところか、うん、ちょっと戻って、うん、温泉入って、うん、別海といえばソフトクリームだから、うん、ソフトクリーム食べて、うん、根室に向かいましょう。はい。お台頭漁港っていうのがある。あ、やってる？やってるよ。あ、ちょっと、あ、北海姉妹部売ってるじゃん、見ていこうか。あ、すげえあるじゃん。あ、いっぱいあるね。すげえな。ここ、へえ。すごい。おお。生をいただきます。やばいね。すごいさ。新鮮だから。うん、しっかり身がついてる。 100g が900円。うん、7匹から9匹ぐらいで。北海シマエビってやつね。うんうん。むけました。むけました。食べてみます。いただきます。どう？身がプリプリでめちゃくちゃうまい。本当？まだだってほら生きてるんだよ、うん、すごいよ、めちゃくちゃうまいよ。ほい、あ、食べた。すごいプリプリ。うまいな。うまいな。うま。超うまい。な。やばい。すごいね。甘くてプリプリで。プリプリ具合が半端ないね。ね。歯応えがすごいな。おいしい。うまい。最高これ。うまいな。うん。甘いね。甘い。うん。大森商店。甘かったな。美味しかった。めちゃくちゃ甘かったな。すっごいプリプリで甘くてさ、びっくりしたな。ね、こんなうまいんだ。やっぱ甘エビとも全然違う。違うね。歯ごたえ。ボタンエビともちょっと違うかな。ちょっと違うか。うん。でもすごい食べ応えがあったね。たね、甘くて。うん。歯ごたえのめちゃくちゃいい甘エビみたいな。あ、そうそうそう。ね。ボイルしたらあれだね。美味しいんじゃない？また違うんだろうね。うん、でも生の方、生がいいね。いいよ。でもだってここで食べさせてくれてさ、うんうん、ゴミも捨ててくれてさ、うん、楽ちんでさ。そうだね。で、すぐ横に温泉があんだもん。生の湯、甘いの湯、行ってみましょう。あ、いいね。480円。いや、気持ちよかったね。気持ちよかった。なんか泉質が2つあるらしいね、あそこは。うん、結構ぬるぬる系だったね。そうそう、ぬるぬるした。モールっぽくもあったしな。しょっぱかった ね、うん、さあ、では別海に行って、うん、ソフトクリーム食べよう。いいね。ソフトクリームをね、2箇所はしごしようと思って。2箇所も食べるの？ミルク王国と別海 の、うん、あの 農協かなんかがやってるところ。うーん、行ってみよう。ここから18キロ、17分。別海じゃなくて別海っていうのかな。別海なのか。ここにあるみたいよ、中春別に。ある？
映画館の中とかかな。そう、ああ、あれだ、どれ、あった、あった、これか、あった、すごいひっそりあるんだ。あったあったあった、ミルク王国、あったあった、あれやってる、シェイクもある、来ましたよ。いくらだった？350円、安いな。マスカルポーネ、うん、ここではミルクじゃなくてマスカルポーネにしたの。いただきます。うん、おいしい。どう、チーズ味する？めちゃくちゃおいしい。そんなチーズチーズしてないよ。どちらかというと牛乳の感じが結構強い。うまいな、最高です。うまいな、うん、北海道でまだ2回目。あ、うまい、うまいね、やっぱうまいな。うん、美味しい。次は別海の、うん、ここは中春別だったでしょ、うん、次は JA 朝日。曇ってても綺麗だね、もうそこら辺なんだけどな。ある、どこだろう、 300m、 あ、あれじゃない、 JA のところ、うん、JA だったから。全部がさ、こじんまりやってるね、うん、これでしょ、多分。あ、でもなんかそれがさ、本当だ、美味しく感じるような、ミルク本物、本物感があるような。ウッシーがいます。ウッシーがね、すごい、見た目にも美しい、超うまそう、美味しそうだね、食べてみてよ、うん、どうぞお先。いただきます。うわー、これはまた違う、本当？さーっと溶ける感じ。あ、そう、うわー、美味しい。これもなんかさ、甘さ控えめの超牛乳、すんごいミルクじゃん、溶けたら牛乳になるの、やべえ、今まで一うまいかも、やばうまだな、これうまっ、甘さ控えめですごい牛乳じゃん、溶けたら牛乳ね、え、ちょっと硬いんだけどね、うん、滑らかだけどちょっと硬いけど、うん、すごい溶けるのが早くて、溶けたらミルク、うん、うまいな。 あとシェイクの台買ってきた、あまりに美味しい、あまりに美味しいからな、かなあ、いただきます。この多分本当に日本一うまいかもしれない。どうしていく。はあ。うまい。うまい。やばい。うん。最高かもしれないこれ。めちゃくちゃ美味しい。うまいな。やばいな。ソフトクリームよりシェイクの方がさらに美味しい気がする。すごい牛乳感のあるさ。牛乳シェイク。滑らかシェイクだね。あ、美味しい。これやばいな、これ台で500円にしたんだけど、うん、いいね、やばいな、通販できないかな。なんかね、今教えてもらったら、やっぱここはここだけで、うん、さっき言ったところも、うん、あの別海のミルクでやってるし、うん、根室の道の駅にも別海のであるんだけど、うん、同じお店のはないんだって、同じのはないんだって、うん、それぞれなんだって、だからそれぞれ味が変わるんだって、うん、やばかったな、ここはやばいね、そんなに美味しいものがこの世にあるとはね、今まで食べたソフトで一番うまい、そうだね、うん、私もそう思う、ね、この私たちの好みの、うん、そう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 、好みによるからね、フレッシュ牛乳をふんだんに使ったさっぱり系が好きで、ね、ここさっぱりだけどちょっと濃さもあって、うん、軽そうであって重くもあるんだよな、わかる、スッて溶けた、そうそう、重いけどスッて溶けんだよな。よし、では根室に向かいます。はーい、根室には花咲ガニを食べに、花咲ガニって本州ではあまり見ないかな、見ないね、まあ根室だもんね、取れんの今ぐらいから始まったんじゃない、漁が、冬来た時にさ、冷凍しかなかったよね、うん、そうそう、冷凍しかなかったからね、そうそう、
もうここ牛乳じゃん、絶対。そうでしょ。牛乳のとこ、雪印だって。これメグミルクって書いてある。雪印メグミルクって書いてある。同等って感じだね、この霧の感じ。ね、ノーム。常にノーム注意報出てるじゃん。なんかどよんだね。ねえ。またキツネ？うん。多いね、本当に。おお、アネムロに入った。おお。走ってる走ってる。またなんか風景が違うね。違うね。ここら辺あれかな、根線大地になるのかな、まだなんないかな。なんかこの富良野とかそういうところともまたちょっと違うさ、うん、この木が生えてる感じが。低木ね。そうそうそう。こういう時だろうな、鹿がピョって出てくるのは。そうなの？なんかあれだってね、やっぱ夕暮れ時とかがよく出るって出てたね。あー、なんか夕暮れ時に餌を食べに探しに出るんだって。あ、薄暗い時に。そういうことね。そうそう、夜じゃないんだ。これ風蓮湖じゃない？違う？根室の前冬さ、ここにいっぱいいたじゃん、オオワシが。綺麗だね。綺麗だね。独特だね。綺麗だね。でも綺麗だね。多分カメラだとパッとしないだろうな、ドヨンとしてて、うん、こう肉眼で見ると霧で綺麗。そうだね。あ、ツル。ほんと？うん、いたいた。赤かった？いや、尻尾でわかる。あ、黒いやつ。タンチョウ。タンチョウがいた。うん、冬もここで見なかったっけ？ここで見た。見たよね。根室行く道も結構最果て感があるよね。ねえ、あるね。でもなんでかもうすぐさ、高速道路になるんだよね。そうなの？無料のね。ほら、根室道路。本当だ。なんでだろうな、これ通行無料。根室2キロです。はい。ここは岡本があるから、ガソリンも入れとかないと。そうだね。街になってきた。お、カニ屋さんもあるよ。シーフード小川。おー、あ、売ってるね。カニも。お、スキヤもあるよ。あ、ここかな。DCM、国連ショップ。閉まってるな。うん、閉まってないよ。行ってみる？国連ショップ。スーパーにちょっと行ってみよう。ね。すごいね、ここ。安かった、海鮮が。ね、安かったね。北海島エビ500円でいっぱい買えたし。うん、あと花咲ガニがさ、900円から超大きいの3,000円、うん、すごい大きかったよ。大きかったね。のやつも買ってもいいな、これ自分たち用に。そうだ ね。で、ちょっと今から前のタイエー、タイエー根室な、何店舗かあるっぽいんだけど、根室に24時間やってるの、うん、コンビニなんだけど、焼き鳥丼が有名らしくて、うん、焼き鳥弁当って書いてある。あ、本当だ本当だ。なんでだな。うん、いっぱいいる。すんげえいい匂いするじゃん、焼き鳥の。へえ、24時間だぜ。すごい。なあ。いっぱい。ここ超面白いじゃん。超面白いね。ね、早速ちょっと離れて食べよう。そうだね。ね、すんごいいい匂いするな。そうだね。よし、もうちょっと進んで、うん、夕飯にしましょう。はい。交差点に全部さ、うん、英語の下にロシア表記だ。ロシア語も書いてある。お、ね、読めないもんな。本当じゃん。多分ね、船が入るんだろうね。あ、さあ、夕飯にしましょう。なんか不思議だよね、タイエ焼き鳥弁当なのに豚なんだって、うん、そうそうそう。ね、話せば長くなりますって言ってたね、うん、1日かかるって言われたから遠慮したけど、うん、1日かかってねえ、おいしそう。こっちがタレ、こっちがうま辛。なんかね、味がタレ、塩、タレ、塩、塩だれ、うま辛、味噌だれ、5種類から選べます。面白いね。で、今日が、うん、私は焼き鳥弁当中のこの650円と、うん、俺が大、
これじゃなかった。じゃあ俺こっち大結局。焼き鳥弁当大の700円。うん。うまそう。そしてソフトカツ源北海道。食べてみぞ。どうぞ。いただきまーす。はーい。うん。おいしい。結構辛いね。結構なんかさ、コチュジャンの匂いがしたけど、そんな感じ？そんな感じ。いいね。うん。俺の方のタレも食べてみよう。うまいな、おい。この焼き鳥丼のタレ完璧だな。美味しい？うん。なんかコンビニみたいなところでなのにさ、焼いてくれるんだね。真ん中に焼き場があってね。ね、なんか不思議な感じだよね。うん、お弁当の種類もいっぱいあったしさ、海鮮とかもやっぱ土地柄売ってたし、浜崎ガニまで売ってたもん。お寿司もちゃん売ってたし、なんかスーパーみたいだね、うん、本当に。24時間やってて、まあ焼き場は10時までだったかな。何時だったかな。うまいな。美味しい？ちょっと一個もらおう。いいよ。雨降ってきちゃったね。雨降ってきたんだよな。今日はまあまあすぐ止むでしょう。まあね。すごいね、結構物見てたね。そうなの。こんくらい。何これは。すぐなくなっちゃうかも。なあ。これはね、トカチワイン。トカチワインのナイアガラ甘い、一番甘いやつを買ってきた。甘くてアルコールが 8% ぐらいの。そうそう。どうぞ。結構美味しいんだ。じゃあいただきます。おーい。今回はさ、北海道長いじゃん、うん、車が。そうそうそう、1ヶ月ぐらいだからね。今回はこれ持ってきました。これです。じゃん。それじゃ分かんない。分かんないか。分かるかな、これで。これです。なんでしょう。すごいよ。車内の生活を楽しくするアイテム。こちらです。いや、すごいな。これね、プロジェクターなんだって。ちっちゃいよな。これでしょ。こんなちっちゃいの初めて見たんだけど、私。何代目だろう、うち。全部で1、2、3代目か。そうだね。ね、昔、もう10年ぐらい前に大きいの使って、うん、でその頃さ、ポータブル電源とかないからさ、うん、あのプリウスアルファのところからバッテリー取ってやってたんだけど、うんうんうん、で、その後ね、ちっちゃいのがちょっと出たけど、でもこれすごいじゃん。このくらいのやつだもんね、そうそうそう、それでもね。それでも、うん、ちっちゃいのでもそれぐらい。でね、これはね、すごいじゃん。こんなにちっちゃいの。え、手のひらサイズ。すごいよね、これは。はい、俺が持った、本当どうだろう。じゃがいも一つぐらい。あ、ちょっと女の人にはそれでわかるのかな。男の人だとどうだろう。野球ボールより一回り小さい。テニスボールぐらいだな。うん、そうだね。すごいね、軽いしな。そう、軽いの、すごい。それでね、ここが正面か。うん。まだ車で使ったことないから一回やってみる。うん、はい。どこに移そうかな。上か、ここか。ここか、そうか。この大きさなら上でも映せるのか。天井で寝るときでもいいし、それかここ、あ、この壁でもいいね。うん。この壁に映してみようかな。そうだね。うん、で、それが本体で、あと何か入ってんだ。これ一応バッテリー内蔵なんだよね。確か。で、あと三脚、立てて。三脚と、あと、CC のケーブル、充電の、ああ、なるほどね。あとリモコンと説明書。三脚が、あ、それで足の角度調整できるんだね、開き具合を。そうだね。ここがネジになってて。足はこんな感じ。ああ、まあ、簡単な三脚もついてるな。じゃあこれ、何、裏側に。そう、ここで。ああ、ネジ穴がついてんだ。カメラのと同じやつが。前がレンズとか。だね、うん、で横が、あ、すごいじゃんこれ。まず USB-C、 これだね。 USB-C がついてて、それから真ん中がイヤホンジャックか。だからあれだね、外付けのスピーカーもつけれるんだ。まあ、これスピーカー 2W のスピーカー内蔵なんだけど、外付けもつけれますよと。で、そこが USB だね。で、後ろは何もなくて、横がこれが HDMI。HDMI じゃん。だこれあるからあれだね。Amazon Fire Stick TV とかもつけれるし、カメラもつなごうと思ったらつなげるね。HDMI だから。うん、で、ここがピントだね。そう、フォーカスリング。なるほど。で、
これがレンズで、うん、これこっちの右側がね受信機みたい。ああ、あれかリモコンの、うん、なるほどね。で裏が穴と、うん、で一番上が電源。あ、電源ボタンあった。ここが電源ボタン、うん、裏にはオーボープロジェクター、モデル名が U1 ですよ。で定格入力が 12V の 1.67、 すごいじゃん。 20W ぐらいか。すごいね、 20W 以下で動くんだな、うん、なるほどね。はい、できた。はい、うわ、いいな、めちゃくちゃいいな、このコンパクトさ。こうしたらもう立て、どこでも立てれるんだ。こう立てるだけと。はい、すげえじゃん。これバッテリー駆動でもね、うん、2.5 時間ぐらい動くらしいんだけど、うんうん、今充電してないから、うん、このポータブル電源とつないで、うん、ちょっと動かしてみようかな。ボルト3アンペアとか、12ボルト 1.6 アンペアとかだから、うん、多分これで動くはず。充電されてるもんね。うん、OK。では、オン。今、車全部明るくしてるけど、まあ350ルーメンだから結構明るいんだよな。ついた？お、ついた。ついた。あ、で、これね、台形補正はついてるんだけど、うん、台形補正ってわかる？あの、四角の補正？そうそうそう、斜めになってる場合の補正はついてるんだけど、うん、あの、ピントは自分で合わせないとダメだから、お、うん、結構明るいな。ね。すごいね。すごいね、こんな光光と明かりつけてるのね。まずピント合わすか。うん、こんなもんかな。あ、そんなもんじゃないね。うん、今何メーターぐらいだろう、これ1メーターぐらいかな。1メーターぐらい で、 で最大120インチになるらしいから、うん、もうちょい上でもうちょい後ろにしようか。もうちょい上でいいよね。うん、もうちょい大きくしてもいいんじゃないの。もうちょっと上にする、うん、上向き、うん、ほう、こんなもんでいいんじゃない。うん、すごいな、これ台形補正、ね、今やってみたんだけどさ、ほら、これでこうすると、これでね、何も触ってなくてもビヨンって、ほら、すごいな。結構綺麗じゃん、ね、画質は WVGA かな。これね、OVO TV っていう OS が入ってて、まあ、Android ベースっぽいんだけど、うん、これね、で Google Play Store があるからさ、いろいろ入れれるっぽいんだけど、ちょっともう入れてんだけどね、 TVer とか、うん、TVer 家で見てみたけど見れたよ。まあこれちょっとダメだよね、著作権的に、うん、YouTube ならいいでしょ。結構いいな、自分のチャンネルなら大丈夫でしょ。うん、おー、すごいじゃん、ちゃんと見れるし動くじゃん。動くね、ちゃんと。あ、結構音いいじゃん。そうだね。あ、すごいね。あ、画質も十分じゃん。どう？どう？いいね。十分だよね。うんうん。車で見るには十二分だな。ねえ。あ、すごいじゃん。これやったら北海道生活だいぶ楽しくなりそうじゃん。そうだね。どう？お天気悪い日も楽しそうじゃん。そうそうそう。しかも車だと結構暗くできるじゃん、うんうん、全部ね窓閉めて、うん、ねえ、いいじゃん。 TVer 見れちゃうからな。うんうん、ここが一番いいね、ここに映すのが、うん、ご飯食べる時とか、うん、結構いいじゃん。うん、これ小さいからな、屋根にぶら下げてやろうかな、天井に。で、天井に映してみた。うん。意外といいかも。ね。これ寝るときね。うん。すごいな。おはよう。おはよう。晴れてるじゃん。眠そう。なんか霧が出てるだけで太陽は出てるもんね。うん。やったね、雨予報だったんだけどね、晴れたから今ノサップ岬に向かってます。はい、ノサップね、ノシャップじゃなくてノサップ岬。
ノサップ岬ね。ややこしいよな。わかんないとノシャップでさ、うん、ここだとノサップなの。こっちの方が有名かな。日本の最東端だから、うん、ね。なんかいないアザラシとかいそうだよね。あれかな。あれかな。いやもうちょいだろ。20キロあるからな。そっか。うん。あれでしょう。あ、あれか。タワーみたいなの。そうだね、きっと。あと5キロ。この岬はさ、くるっと時計回りに回れるから楽しいね。うん。同じとこ戻らないでいいから。うんうん。ノサップ。着いた。ここは歯舞前が見えるのか。歯舞前の諸島が今日は見えないか。よーし、では、うん、戻っていこうか。はい、うん。やっぱ霧だったね。霧だね、うんうん、でもなんか綺麗だった。綺麗だね、うん、根室駅ちょっと寄ってってみる。うん。わあ、結構あるね、駅前にもカニ屋さんとか。ほんとだ、うん、花咲ガニだって、ここも。根室駅、朝日に一番近い駅。へえ。黄色い郵便ポストだよ。本当だ、ね、初めて見た。カニ屋さん見に行ってみよう。カニ花湯で。すごいね。隣は果物屋さん。本当だ、すごい。本当だね。朝湯で。へえ。結構駅前にさ、カニ屋さんいっぱいあって、うんうん、3,000円ぐらいで結構あったね。そうだね、うん、でその場で全部食べれるからさ、うん、便利。あの駅に電車で来てその場でパッと食べたりっていうのができそうだから。そうそうそう、カニのさ殻とか困るもんね。そうそう、困るからね、うん、普通の旅行だとね、うんうん、俺らね冷凍で生ゴミ凍らせれるからいいけど。そうだね、うん、よし、では去年ね、冬行けなかった花丸回転寿司屋さん、まだだね。まだだね、うん、まあ待っとこうか。うん。
し、うん、めちゃくちゃ甘い。油カレーいか、いただきます。うん、美味しい。うん、うん、うん、そう、まあいいか。すげえ、毛のすり身汁だって。やべ、美味しい。うん、イワシのつみれの全く臭みのないバージョン、超うまい。やばい、贅沢だね。こんな食べ方、いただきます。すごいね。これ何？風蓮香だ。ニシン切り込み包み、すごいね。醤油は垂らす。醤油垂らそっか。うまいな。すごいな。すごいよこれも。大豆銀包だって。なんだろう、初めて食べる。すごいね、入る一口で入った。はい、はい、赤貝ラウンド2。え、初めてだよ。さっきホッキ貝、ホッキ貝とツブ貝。